どうもおかげさまで、サブチャンネルといいますかね、もう一つのメインチャンネルもなかなか人気になってきましてね、コメントがいっぱい入ってもう返信が追いつかないような形になっております。まあもう一つの政治系メインチャンネルっていうのは、視聴者さんとねコミュニケーションするのがすごく大事になってきますので、特にそこに商品販売っていうのは考えていないんですけども、広告収入的には割と高いレベルでいただけるのかなというふうに考えてますね。でもその広告収入に依存するわけではなくて、あくまでもこのマーケットの考えを聞いてみるっていうことと、自分自身のこのモチベーションですかね、こうやってみたいなっていうところが大きかったので、今のところやっているって感じではなかろうかと思います。でその中でね、やっぱこういろいろと考えさせることが結構あって、問題を起こすとか問題に出会うっていうね、問題点を見つけていってそれを改善するってこと、いいことだと思うんですけども、私どうしてもね、その問題点っていうのが場当たり的にしか思えないんですよ。要するに根っこをね、なんとかしないといけないのに、それをなんともしないから、浮上してきた問題だけをこうね、処理していくことに追われるみたいなことがある。つまりは同じ問題でみんなね、時間をロスってるわけなんですよ。だからちょっとね、モグラ叩きに例えると、モグラがポンと出てきたらそれを叩くみたいなことを繰り返していっても、結局またモグラっていうのはここから出てくるわけじゃないですか。しまいだからね、電源を抜くぐらいのことをしないといけないのに、そこにはね、全然目を止めてないんですよね。だから同じような問題で頭悩まされてる人って、その根本を全然抑えてなくって。だから、次から次へと、その問題に足を引っ張られるって感じになるんじゃないかなと思うんですね。けどね、なかなかね、これはね、私が伝えてもね、わからないんですよね。だからその、思考のレベルにはもう限度があるんで、これは仕方がないかなっていうふうに、半ばね、人をバカにしたような考えになってしまうんですけど、バカにしてるんじゃなくって、冷静に見つめると、その問題の認知能力、検知能力、処理能力ってみんな差があるんでね、この人はこの問題に永遠に足を引っ張られて終わっていくしかないんだなっていうふうに、どっかでね、こう割り切らないといけないのかなと、もう思いますね。そもそもね、努力すればなんとかなるっていうのはもう全然私は嘘だと思うんですよ。努力してなんとかなる範囲のものもあるっていうぐらいのことが適当で、じゃあ努力してなんとかなるんだったら、これ問題なくなってないわけですよね。じゃあね、努力ができないとか、そもそも努力を意識する段階でもうダメなんですよ、もう。だからそういうふうに思うんですけどね、頑張ってなんかやるっていうのは確かに美しい言葉なんですけども、あくまでも、そもそも備わった能力がある人が努力をしてうまくいくんじゃないかなと思いますよね。こういうと身も蓋もないわけですけども、だから私は思うんですよ。勝てるマーケットを選びましょうってことなんですよ。なんかね、自分の得意分野だって、不得意な人とやってるから自分が相対的に得意になってるだけでね。さらに上手な人、さらに強い人を求めていったら、二足三毛になるわけなんですよ、どっかで。だからそうじゃなくて人生をうまく生きるためには、自分が得た情報を誰に流すか。つまり自分よりも分かってない人とか分からない人に流すことによってしか、それは成り立たないのかなと思うんですよ。自分よりも賢い人にコーチングすることは不可能ですからね。だからやっぱりその位置関係も多くの人が勘違いしてるんじゃないかなと。とにかくさらに強い人、さらに上手な人と組まなきゃいけないとかね、なんかもっと上達しないといけないとか思ってるんですけども、そんなことはなくって、自分のレベルはそこそこでいいわけですよ。そこそこでいいんだけども、もっと低いレベルに対してお役に立てるようにやっていけばいいんじゃないかなと思うんですけどね、それが根本の根っこの問題だってことなんですよ。もう見てるところをちょっと変えないといけないかなと。だから低いレベルで満足するみたいな言葉も、もうこれマーケティングメッセージですからね。さらに高いレベルに行こうとしたら、自分と同じ立場をクリアした人のマーケットに行くわけですから、それは勝負きついですよね。あれじゃないですか、だから。ビジネスで言っても、自分一人がね、もしくは家族を養える程度にやっていけばいいんじゃないですかね。そんな10億、20億稼ぎましょうみたいな話になると、それは確かに先天的な能力とか、圧倒的な努力とか必要になってきますけども、いや努力する時間ってもったいなくないですか。人生で努力する時間は全く私はいらないと思うんですよ。努力でなんとかできるレベルだったらいいんですけども、それ続かないでしょ。せいぜいできる努力って3ヶ月ぐらいだと思うんで、その年の単位で努力するものは、これ努力じゃないですね、もうこれはね。単なる浪費だとは思ってくるんですけどね。はい、ということでね、なんかちょっとこう、霊障的な、268話ですか。868話になりました。お疲れ様です。